ル・ドゥテ作、ミカセンより122番目の花、ミカセンは、フランスの植物画家、ピエール・ジョゼフ・フル・ドゥテが制作した水彩画集である。144枚の彩色銅版画を収録し、1827年に初めて出版された。本画集の署名を省略せずに記載すると、フランス語で、手はデプラスベル・フルーリー・デ・ケルック・ブランチーズ・デプラスボー。 フルーツ、ディディア・エルエル、エーエア,ア,アール・アール、レプリンセシーズ、ルイーズ・イ、マリエ・ド・ルレアンとなり、日本語に直訳すると、最も美しい花々と最も美しい果実の実る、枝のいくつかの先週、オルレアンのルイーズ・姫殿下とマリー・ベメ殿下に捧ぐの、イである。1827年に、色付きのページを含む二つ折り冊子版が、パリで制作された。出版人は、 エルネスト・パンクルク。1827年5月から1833年6月にかけて144枚の絵付きの特別ページが順次印刷された。本画集は36の部分に分かれ、各部は草花、木花、もしくは果実の絵が4枚描かれている。ル・ルテはフランスの王妃たちに絵画を教える芸術教師として半世紀を過ごした。署名にもある通り、 彼はこの美しい花と果実の画集を生徒であったオルレアン家のルイーズとマリーの姉妹に捧げた。18世紀から19世紀初期において本画集のようなものに適用される印刷の方法は銅板を利用した大葉印刷であった。銅板状に形成されたオーメ面または溝辺にインクを詰め各色一回ずつ用紙に転写して最終的な絵を作成するものである。また、 上質な作品には手作業で色付けが行われることもあった。この場合、何年も修行を積んだ女性たちが組になって本の挿絵に色を塗った。彼女らは黄半印刷により黒色の描線とベタ塗り面が印刷された主体にして原画を目の前に置いて参考にしながら色を塗った。ルドゥテは上述の二つの方法を両方とも使って 1796日本画集の制作を開始した。まずはじめに銅板制作者がル・ドゥテの水彩画に基づいて銅板にエングレービングを施した。この際、描線の代わりに微小なドットを彫った。次に仕上がった銅板状に形成されたオウにインクを詰め、用紙に転写する工程が行われる。この工程はその絵で用いられる色の異なるインクごとに複数回。 繰り返された。このように、多色ずりを行った後に手作業で、もっと多くの色彩を使った仕上げが、印刷図版一枚ずつに対して行われた。ルドゥテは、この印刷方法の発明者であると称していたところ、裁判で、その主張の敵比が争われた。裁判は、ルドゥテの勝訴に終わった。ありがとうございます。